あ、すごくいい時に来ちゃったみたいだね。それでは指輪の交換と誓いのキスを。エアリー。アレム。創造の女神エイドスの皆において今ここに二人が夫婦となったことを称する。素敵ですね。なんだかジーンときちゃうわね。うん、わかるよ。ああ、純白のドレスはやっぱり憧れよね。さてと、式は終わりだけどこれからが本番よね。新郎新婦が退場したら急いで外へ出るわよ。ん？ああ、そうか。女性には見過ごせないイベントがありましたね。ではこれから花嫁がブーケを投げます。未婚の女性は前の方に来てください。あ、始まるわよ。エアリー、こっち投げて。皆さん気合が入ってるわね。ほらエステル、グズグズしないで。風向きを読んでいい場所取るわよ。ちょっと押さないで。本気モードだわ。ドキドキ。で、ティータもやる気なのね。湿度 55%、 東南東の風 3.5 アージュ。確率的にはここがベストかな。そこまでするんだ。真後ろに投げるのって結構難しいのよ。それじゃあ皆さん、外れても怒らないでね。いっせーの、それ。なあ、そっちじゃダメ。どこに投げてんのよ。はあ、残念。はあ、また取り損なったわ。まるで違う方向に飛んでいっちゃったわね。誰かキャッチできたのかな。なんですか？これ空から降ってきたんですけど。まあ、あなたが拾ったの？それ私が投げたウェディングブーケよ。え？おめでとうお嬢さん。きっといいご縁があると思うよ。そんな。どうしよう。私、まだ心の準備が。なんだか収まるところに収まったって感じね。まったくね。ブーケはあの人にお似合いかも。さて、お式の方はこれで全て終わりです。お二人ともありがとう、シスター。教区長も本日はありがとうございました。今王国は大変な状況ですが、いかなる苦難にも負けずに幸せな家庭を築いてください。それが出席された人々への何よりの恩返しですよ。